本日は富士通スタジアムの観客にご来場いただきまして本当にありがとうございます。関東第一ミニカンフォーラムの本日の第2試合は早稲田大学のクラスと立教大学ラッシャーズの試合は13時30分午後1時30分の試合会場になります。試合開始の場所の方をお待ちください。立教大学嬉しい。ポイントの結果、3発点を獲得しました早稲田大学。後半の選択点をチョイスしました。立教大学はレシーブを選択。本日の第2試合、早稲田大学のクラスと立教大学でした。早稲田大学の攻撃対戦です。後半の選択点。ファーストダウンの獲得です。
していくか。おっと、後ろに乗れば。ランニングラッピングは、荒竹雄大、第3打。ファースターまで6ヤード。得点は7対3、早稲田大学4点のリードと変わります。第1クォーター終了します。クォータータイム。ここでクォータータイム、第1クォーターが終了しました。第1クォーター終わりまして、得点は7対3。攻撃側はエンジョンジャージ早稲田大学がリードしています。守る陣地で変えまして、試合は第2クォーターへ移ります。第2クォーターが開始されます。ボールは自身の32ヤード地点。早稲田大学第2打相手ファーストアンドの残り5ヤードです。パス成功です。早稲田大学クォーターバック1番の島崎卓球からワイドレシーバー13番の遠藤を中心に、ボール1人の
91番罰則を辞退します。セカンダファーストアンバーでここに2アウト。
成功です。クォーターバック1番柴崎からのパスをキャッチ。第1エンド87番は関山亮佐大学のファーストアンプーボール。ランニングバック7番本山より1ヤード勝ちタウンラン。ポイントの3分と34秒7点を追加しました。ボールは敵陣の14ヤード下です。早稲田大学のファーストアンテナ。第3球
された残り時間は7分50秒を切っています。ランニングバック7番本山にボールを反応、早稲田大学はファーストダウン獲得しています。ゴールまで残り2ヤード、早稲田大学ファーストダウン強攻。ランニングバック91番高瀬康平にボールを渡しました。第2ダウンです。クォーターバックからのハンドオフを受けました。ランニングバック7番岡山伊織、2ヤード8番ラン。トライフォーポイントの1点としています。攻撃点は早稲田大学へ移りました。自陣の10倍の地点からのファーストダウン点。ファーストダウン点、先ほどのプレーが7ヤードの前進です。早稲田大学は第2ダウン、ファーストダウンまで3ヤード。ランニングバック7番岡山伊織、ランニングバック7番岡山伊織にボールを持たせました。ファーストダウンでファーストダウン獲得しています。29ヤード地点、ファーストダウン点。ランニングバック7番岡山伊織にボールを渡しました。福田役のディフェンスライン90段、ファーストダウンまでは7ヤード。
コーナーバック12番吉村優太、右からボールを持ち出して右サイドに展開、大きくゲームしてアーサーのです。ボールは敵陣の9ヤード地点です。アゼルバイジャンのアーサン2ゴール。コーナーバック8番加藤誠、スクランブルで真ん中つきました。ゴール前1ヤード地点までボール進みます。試合終了です。ありがとうございました。本日は第2試合です。
早稲田大学育成学会、中大学らしさの試合、ファイナルスコア45対10で早稲田大学が勝利しました。すみません。ぐらいじゃないですか。